小山さんが立花投手になんか、まあ、日本のなんか所得は21万とかなんかそこら辺で推移してるからとかっていうのもちょっと見てみましたよ。はい。うん、低所得っていうかあんまりだって給料上がらないですもんね。そこら辺上げてほしい。そうですね、もう30、はい、38年ぐらい多分上がってないですよね。え、そうなんですか。だってこれ2本ぐらいじゃないですか、上がってない。で、平成元年から上がったんですよね。その22、大学卒業初任給22万5千円っていうのは、はい、はい、平成元年からなんで、もう30年間ぐらいしか上がってないの。そう、そうですよね。はい。これちょっとおかしいですよね。だって本当に、だって進んでるのに国のあのスピードっていうか時代も。そうですよ、そうですよ。だってあの、作り上げてきたものがあるから、はい、給料上がっていってもいいんじゃないかっていうところだと思うんですよね。日本だけなんで取り残されてんのってなっちゃいますもんね。そうですよね。はい。これは小山さんとか立花出身、まあ、はい、さんに考えてほしいですよね、本当。そうですね。だからまあ自分に言ってもしょうがないでしょって立花さんは。だから、ね、はい、有権者に向かって、はい、はい、それを言って票を獲得して、で、だ、はい、私は、その立候補させないって言ってんじゃなくて、立候補させるって言ってるんだから、意見が違っても。はい。だからそれは有権者に向かって演説して、票を獲得したらいいんじゃないですかっていうふうに言われたんで、そうですねって言って、まあ自分は引いたみたいな。